皆さん、こんにちは。今回の動画では、日本を代表する俳優、渡辺裕之さんの輝かしいキャリアと、彼の私生活、特に妻である原日出子さんとの深い絆に焦点を当てます。そして、2022年に突然この世を去った彼の自殺について、その背景にある真実を深掘りします。渡辺裕之さんはどのようにして芸能界の頂点に立ち、また、どのような思いで最愛の家族との時間を過ごしたのでしょうか。さらに、彼の死に至るまでの心の葛藤に迫ります。この動画を通じて、渡辺裕之さんの人生とその残したメッセージについて一緒に考えてみましょう。まずは渡辺裕之さんのプロフィールと経歴についてです。1955年12月9日、茨城県水戸市に生まれた渡辺裕之さんは、日本のエンターテインメント業界で長年にわたり活躍した俳優です。彼の身長は176センチメートル、血液型は B 型で、所属事務所はユニコーン株式会社でした。拓殖大学商学部を卒業後、1980年にはコカ・コーラのコマーシャルに出演し、芸能界への第一歩を踏み出します。渡辺さんの名前が広く知られるようになったのは、1982年から出演した大正製薬のリポビタン D の CM がきっかけでした。そのマッチョなスタイルとファイト一発のキャッチフレーズは多くの人々に愛され、リポビタン D は200億本の大ヒット商品となります。彼はこの CM に1982年から1993年まで合計132本にわたり出演し、その期間と出演回数の多さは彼の広告界での顔としての地位を確固たるものにしました。映画やドラマへの出演も積極的に行い、1982年には俳優デビューを果たします。特に鍛え上げられた肉体を生かした特撮シリーズには多く出演し、日本ナンバーワンの肉体派俳優と呼ばれるようになりました。彼の俳優としてのキャリアはその後も多岐にわたり、多くの作品で中心的な役割を果たしていきます。渡辺裕之さんの人生は、彼の圧倒的な存在感とスクリーン上だけでなく私生活においても示した家族への深い愛情によって彩られていました。彼の生涯は多くの人々に影響を与え、今なお語り継がれるエピソードで満ちています。次は渡辺裕之さんの家族関係と私生活についてです。渡辺裕之さんは女優やタレントとして活動する原日出子さんとの間に深い絆と愛情あふれる家庭を築きました。二人の出会いは1990年にテレビ東京で放送された列島縦断事件シリーズ、倉敷発夜行殺人列車での共演がきっかけでした。ドラマで恋人役を演じたことが実生活での恋愛へと発展する素晴らしい序章となりました。1993年11月には2人は入籍し、翌年にはハワイのキャルバリー教会で美しい挙式を挙げました。この挙式では2人の熱いキスが話題となり、多くの人々の心を捉えました。原日出子さんは1983年に出産した長女を連れての再婚でしたが、渡辺裕之さんは彼女の長女を自分の身の子供のように深く愛し、結婚前から家族として接していました。渡辺さんはロケ先から欠かさず長女に電話をし、海外土産でペンダントをプレゼントするなど、交際中から身の娘のように愛情を注ぎました。また渡辺裕之さんのご両親も原日出子さんとその長女に対して初対面から家族の一員であったかのように温かく接しました。渡辺裕之さんと原日出子さんの間には、原日出子さんの連れ子長女の他に2人の子供が生まれました。次女の磨く由美さんは歌手やミュージカル女優として活動し、エキゾチックな美しさで知られています。長男の TAKIROさんはイケメンで筋トレもしており、スタイルが抜群です。以前は俳優として活動していましたが、2021年3月に俳優業を引退しました。渡辺裕之さんの家族は彼の人生の大きな支えであり、彼の私生活における深い愛情と絆の象徴です。彼らは渡辺裕之さんがスクリーン上で見せる強くて優しいキャラクターの背後にある実生活での彼の人柄を反映しています。次は渡辺裕之さんの自殺とその背景についてです。2022年5月3日、日本のエンターテインメント界に衝撃が走りました。俳優の渡辺裕之さんが自宅で亡くなっているのが発見されたのです。この秘宝は所属事務所がホームページを通じて発表し、多くの人々に大きな悲しみをもたらしました。死因は首吊り自殺と公表され、自殺現場は彼がこだわりを持って作った自宅のトレーニングルームでした。この場所は彼がインスタグラムにトレーニングしている姿をアップするなど、お気に入りの場所であったとされています。
渡辺博之さんの突然の死は多くの人々にとって予期せぬ出来事でした。しかし彼の自殺に至る背景には深刻な心の戦いがあったことが報道されています。新型コロナウイルスの流行が始まってから渡辺さんは体調を崩し自律神経失調症と診断されていました。彼は人一倍家族思いで心配性の性格であり、コロナ禍の自粛期間からは先行きの不安を口にするようになり、考え込むことが多くなったといいます。何事にもストイックで一生懸命な彼は眠れない夜を過ごし、体調の変化を訴えるようになりました。撮影現場ではいつも完璧な彼が台本を覚えていなかったり、突然怒鳴ったり、財布を取られたと騒ぐなど、数々の異変が見られたと報道されています。これらの報道は彼が抱えていた精神的な苦痛の深さを物語っています。原秀子さんのコメントによると、渡辺博之さんの病状は亡くなる数ヶ月前から悪化しており、家族は懸命に彼と向き合っていたといいます。医師にも相談し、希望の持てる治療を始めた矢先の出来事でした。亡くなる前日、渡辺博之さんは久しぶりに元気に動き回り、楽しみにしていたゴルフ番組の収録に向けて準備をしていたといいます。このような状況から、うつ病の場合自殺のリスクが一番高いのはどん底から浮上し始めた時とされており、渡辺さんもその時期にあったのかもしれません。渡辺博之さんの自殺は彼が抱えていた心の病と、それに立ち向かう彼と家族の姿を浮き彫りにしました。彼の死は多くの人々に深い悲しみをもたらしましたが、同時にメンタルヘルスの重要性についての認識を高めるきっかけともなりました。次は渡辺博之さんと原秀子さんの関係についてです。二人の出会いは1990年にテレビ東京で放送された列島縦断事件シリーズ倉敷発夜行殺人列車での共演がきっかけでした。このドラマで恋人役を演じたことが実生活での恋愛へと発展する素晴らしい序章となりました。撮影現場の倉敷に新幹線で一緒に移動する際、偶然にも隣同士の席になった二人、渡辺博之さんは発車前に寝てるかもしれないけど気にしないでと原さんに伝えましたが、新幹線が出発すると逆に彼から積極的に話しかけられたといいます。このエピソードは二人の間にすでに特別な縁があったことを示唆しています。はじめは原秀子さんが渡辺博之さんに良いイメージを持っていなかったとされていますが、共演後の彼の猛烈なアプローチが実を結び、二人は交際に発展しました。そして1993年11月には入籍し、翌年にはハワイのキャルバリー教会で美しい挙式を挙げました。挙式後の結婚会見では二人の熱いキスが話題となり、多くの人々の心を捉えました。原秀子さんは1983年に出産した長女を連れての再婚でしたが、渡辺博之さんは彼女の長女を自分の身の子供のように深く愛し、結婚前から家族として接していました。渡辺さんはロケ先から欠かさず長女に電話をし、海外土産でペンダントをプレゼントするなど、交際中から身の娘のように愛情を注ぎました。また渡辺博之さんのご両親も原秀子さんとその長女に対して初対面から家族の一員であったかのように温かく接しました。結婚も二人はおしどり夫婦として知られるようになり、2001年にはパートナーオブザイヤーを受賞しました。また短編映画雪の花では夫婦役で共演するなど、夫婦としても活動を共にしました。渡辺博之さんと原秀子さんの関係は共演をきっかけに始まり、深い愛情と絆で結ばれた二人の物語です。彼らの関係は多くの人々にとって理想的な夫婦の姿を示しています。いかがでしたか。渡辺博之さんの生き様と彼が抱えていた苦悩、そして家族への深い愛情についてお伝えしました。彼の物語は多くの人々にとって忘れられない影響を与えています。皆さんは渡辺博之さんの人生や彼が残したメッセージから何を感じ取りましたか。またこのような突然の悲報にどのように向き合うべきだと思いますか。コメントでぜひあなたの思いや意見を共有してください。そしてこの動画が役立ったと思われる方はぜひ高評価ボタンを押し、チャンネル登録もお忘れなく。渡辺博之さんのような素晴らしい俳優の記憶をこれからも大切にしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。